スノーマンの渡辺翔太30が18日、フジテレビノンストップ。月4枚9.50に VTR 出演。ビューティーラバーと称され場面があった。美容に高い関心を持って自己3を重ねる美容男子でも、ある自身は17日、とで行われた化粧品ブランドアルビオンノスンケアシリーズフラルネのアンバサダーを収む発表会に出席した。 今日18日から順次公開さる w e b ムービーにも出演している渡辺はウェブムービーで皆さんにやっぱり渡辺くん綺麗だなって思っていただきたい撮ってる最中に回りスタッフから綺麗だよすごい美しい見たな声をいただいて安心して撮影することが来ましたと振り返ったさらに発表会で司会ラビューティーラバーと称されると 渡辺は UT ラバーって言っていただけて、じっと本当に恐縮してしまうくらいのパワー、どだなと思うんですけど、皆さんの美容、モチベーションの一部に僕がなれたらと思えておりますと話した。